維新ももちろんとんずらですけども、維新の信者もですねとんずらをするというようなことで、まあ、記録に残しときます。パンダという引退直前の開業医らしいですね。この人が書き出したんですけども、保健所の数が減り出したのは平成9年頃からということで、これ伊勢村市政でですね大阪市の保健所が減っていったというようなことを言うてるわけですよね。で、まあ、デマの前につぶやきますというようなことなんだけども、まあ、基本的にまあ維新の支持者ですから、これも保健所で働いてたんですから、ものすごくたくさん職員がいてすごく暇でしたらしいです。でこういうのもですね、まあ、どれもそうなんですけども、結局これ検証はできないんですよね。でどれのことなんか分からへんので、でこっち側でですね、保健所の数は国の政策で仕方がないよねというようなことで、保健所の数も10万人当たりの保健者少ない方ですと、いうことで、コロナで増員要請があっても却下しましたが、これ何のこと言ってるのか、なんか主語がないから、なんかよう分からんのですね。これ大阪府の話なんですか。大阪府は、維新ですけどね、維新に責任を追及されても何かよう分かるんですよ。自分のとこの府知事とか市長を、つまり吉村さんや松井さんを維新が追及したんですが、もう全く意味分からない。でこれ府域の保健所の保健室は他と比べて著しく少ないとはありませんというようなことをこれ言うてるんですけども、就業保健師も増えてますというようなね、これ出してますけども、基本的にはですねこういうのも、例えば中核市なんかになって保健所が離れましたよねということになれば、これは今度元のところにあった保健所の職員、保健センターの職員ですかね、でその職員も府の保健所の職員ということでカウントされるよねというようなことなんだから、突然それは増えていくわけですよね。まあ言うたら数字のカウントのマジックというか、そういうことあるんですけども、そういうことは、まあ、全く見ないというかね、そこだけを多分見るんでしょうね。でこれもそうです。事前デマ対策、医療費さらな自民党ですよというようなことで、これ赤字病院の存続など申し込みの手を差し伸べてますという、これ住吉市民病院のことを言うてるんです。私ももう散々言いましたから住吉のことあんまり言いませんけど、結局これも疲弊させての自民党です。 そしてそこに悪乗りしたのは維新ですということを書かないとダメだということです。つまり自民党伊勢村市政がですね保健所を数を減らした、でも維新市政になって増やしたわけではないわけですよね。で赤字病院の存続というのは住吉市民病院のことを言うんでしょうけども、そんなもんは存続をしてませんよ。ほんまに何を言うてんのかよくわからんだけど、で、これどれを工夫したんかなというふうに思うわけですよね。で住吉市民病院のような地元密着サービスなどは診療報酬に算定されない再三と赤字垂れ流しにつながりやすい云々ということを書いて、医師は何度か工夫されましたということを書いてんだけど、これ根拠をですね説明せよって言っても全く説明できないわけですよね。で説明できへんのにですね、まあ必要にこういうことをデマとして繰り返してるわけですよ。だからこそそれダメでしょというようなことを言うてるんだけども、それもだから説明できないんですよね。でこれツイッターでねもう邪魔くさいのが一遍で出てこないんですよね。どこでどないなってのかっていう、これで出てくるのか。でこれでもこれこれは私のやつだけか、これか、これで出てくるのか。何がどないなったのさっぱりようわからんのがね、この辺かな、この辺ですよね。で、まあ、これは私がインテックスのコロナ療養所ですね、ここは失敗してるんですよ。これについて吉村知事主導での失敗を知事レクや知事発言の書類で見るということで、公開請求してるのを30日延長してくれというので来たというようなことですね。でここでだからこうややこしいのがね、これ一緒に出てこないんですよね。でパンダが何言ってるかこれ分からんでしょ。で
不律の話を持ち出してくるのこれこないしたら出てくるのか何ねこれ住之江の方が大勢旧世紀総合医療センターこれつまりこれ住吉区にある方ですね新の方ですが新と旧っていうふうに言いますけども、まあ、新というか母子医療センターに一緒にしただけだからねでこれ母子に出産を含めて受診されてますとあそうですかとそれであるならばですね、そもそも産児救急に合併されてるわけですよねで新住吉と元の旧住吉とを、分離が必要なんですよでどのように分離をするのかということですよねで使い分けをされたら困りますよというような話をしたんだけど産児救急に合併とちゃうということでなくて旧跡の同じ敷地内に母子センターができてますということはいやまあそれは分かってるんですよ、まあ、それ言葉遊びなんでそういうことだけではなくてですね、病院を比べるんであればですねこの母子センターの中の住吉が担っていた患者さんとですね旧の住吉の患者さんの数を比較せんとあかんよねっていう話なんです。で、それをどういう基準でこう分離するのか説明してくれということを言うてるんですけども、これについてはまあ説明がないということですよね。で、これももうなんかね、主語ちゃんと変えてけえへんからね。なんかようわからんね。で、保険証の数のことなんですということなんでしょうけども保険証数減ってるのは大阪市でですね維新の不姿勢の時の話ですよとまあ減ってるというか減ってるところを維持してるですねで自民が増やしたということは私言ってないとで維新はそれを補完したとつまり減らした部分をそれ継続させてるんですよね新自由主義としてねでそれであるならばこうピリッとさせてくれというようなことなんですけども厚労省のページも一緒ですというのはねこれだからこれなんかいっぱいこうばらけてるから何のこっちゃ分からないですねでこれ保健所の数についてまたこう質問に書いてくるんだけども結局だからこれ提示してるのは自民のやり方を踏襲してるのが維新ですということを示す数字でしかないということなんですよねでこれ どないなってんのこれこの辺かこれかこれ医療者ならばちょっと医療者ならばこれ大阪府がなぜ東京を超えるような重症者や死者を生んでるのか示してくれというようなことを言うてるんですほんで吉村知事は言うてるのは高齢者が多いということを言うてるんですねそれやったらまあ若者や企業流出特に大企業ですねこれが止められないという理由をですね、まあ、維新の代わりにどうぞということでもうこんな話はね維新の議員とも先導やったんだけど誰も説明できないんですよでそれを信者が言うんだったらそれは説明してくださいという話なんですけども結局だからこれ観光に偏重した結果ですね地価も下がりまくってもワーストで10個のうちの9つが大阪であるというようなそんな結果になってそういう低たらくですよねという話なんですけどもねまあコロナ死者数の定義が自治体によって違うというんであればほな吉村氏は何をもって言うたのかということですよね。で、こういうような確かに死亡診断書での比較必要かも分かりません。でもそこでコロナで死んだということを本当に書いてんのかということですよ。心筋梗塞とかコロナが起因をするというようなことによって、コロナカウントをしておるということなんですよね。だからこう比較必要なんやったらほんならこれどんな資料をもとにやってんのかその調整の分があるはずなんでねその調整のもんも含めてそれも示してくれって言ったら同じ基準での発表はないと思いますほんならこうそもそもだからあなたの主張根拠なくなりますよねっていうことになるわけですよねでそれについてもですねご保険証減少の根拠というかいやいやそういう話をしてないんですよそれもあなたはもう説明できなくなってるわけですね。で、保険証の減少はそりゃそうですよと。で、これ何回も同じことを言うんだけども、維新の姿勢を問うてるわけです、私はね。で、ここで主張に根拠がなかったらこれデマですよと。だからこそどの維新議員も私に反応できないんですよというようなことを言い出したらですよ。今度はですね、維新誕生前から保険証が減少しているその根拠を出しただけです。
というようなことを言い出すわけですよ。ほならこの元のやつ戻るけどと、事前デマ対策というようなことを書いてんだけど、これ日本語としてさ、あなた言うてることおかしいんじゃないのというようなことを言うてるわけですよね。これむしろ赤字病院の存続など救いの手を差し伸べてますというようなことなので、どこまでがどうなの、どこまでがどうなのかさっぱりなんかよわからんねえ俺。これこうなんか、あんでここまでがこうなんか。でこれ何度も根拠説明できないということを白旗を上げてんだから、デマないデマですよねと。で社会に会社すんなと。でこれまだ言いたいんやったらもう実名で分析を終えということですね、責任をね。でこれなんかでもこれはマガッパが何とかかんとかでも何か書いてましたよ、この人も。元のやつこれか、これね、イソジンがウイルスには無意味だと証明されたのですかというようなことで、アマガッパで、対応を国が間抜けやから防護服を用意してなかったというようなことを、これ国会議員に対して言ってるんですよ。これカンナオトに言ってるのか、これね、これ蓮舫さんとカンナオトさんに言ってるみたいですね。でそれに対してですね、まあ、大阪市役所でアマガッパは多分まだこれ余ってるはずです。で玄関に山積みの消防法違反であったということも私はお示しをしてますね。でこれ市は学校側が寄付してるんですよ、介護施設も。そこに対していりまへんか、取りに来てくださいということをやってますと。で医療機関で使われたというような話聞かないんですよね。で医療機関で、まあ、使ってるところもないことはない、まるっきりゼロではないでしょうけども、でもその場合にですね、どのような感染防止のエビデンスに基づいて使われたんですかということを教えてくれということを言うてるんですけども、まあ、これはまあ教えられないんでしょう。そういうのは多分ないと思いますね。で今度はですね、また次にこのマグカップという人が出てきましたね。で、パンダはもう指摘したらもう反論もできないようになりましたよと。でもう代わりあんた出てくるのかというようなことを言うてんです。ほんでマグカップはどないなったかというとですね、これもね、ここでもなんかわけわからんこと言ってでしょ。で診療報酬算定されないので採算取れず赤字垂れ流しにつながりやすい、はあ、で自民が作ったもんやから医療関連企業優先です。西村はなんとか工夫されました、ああそうですかと。まあまあまあそれはね、まあ、そのようになって、ここは多分そらそういうことに見えんことはないんでしょう。外形的にそらそういうことにもなりやすいですけども、維新はなんとか工夫されましたというところに非常に引っかかりがあるわけですね。でこれも何か書いたかな、これは私は何も書いてない、あこれ何か書いてる、書いてるね。で書いたらですね、まあ、そもそも私書いてるのこのパンダのところに書いてるわけですよね。ほんならまあこの人こういうことを納税者の納得いく負担とは違います、まあ、まあそれはいいんだけども、ここで書いたらですね、基準の違う数字を並べても比較はできないというようなことなので、これ当たり前の意見に対してというか、そういうことをパンダは言うたんですか。全くそんなことパンダは言うてないですよ。で、デマと決めつけるのはものすごく乱暴であということは言うんだけども、いや根拠出してこないんだから、で責任も負いませんと。だから匿名でやってんでしょ、そりゃそういうことじゃないの。だからこそこれデマのなっていうことを言うたんです。で、義の代わりにだから、まあ、あの対面してやるよというようなことを言うたらですね、別に構いませんけど、あなたが各都道府県基準は同じであるということを証明なさる方が早いんですよ。これ何のこっちゃ分かるんですよね。これ大阪のことと住吉のことについて論点にしてるのにですね、これなんで各都道府県になってくるんですか。何のこっちゃさっぱり分かんない。だからこそですね、もう初めからパンダと私のツイートを見てから、まあ、参戦をしてくれたらいいんじゃないですかということで、まあ、電話してねというようなことも書いたんですよね。なら今度はですね、別に構いませんよというような全く意味合いが違うということですね。各都道府県の基準が同じというエビデンスを持たれてないんですねというようなことなんか全く論点になってないのに、どっから出してきたのか知りませんけど、で、なかなかですね、このフェイスブックはどこで話してるか見やすいんだけど、
これツイッターって見にくいですよね、今ね見ていただいたように。で見にくいからですね、もう主語をちゃんと書いてねっていうことが書いてるんですよ。でこれ何遍も書いてんだけど、何のこっちゃ分からないね。何遍も書いてん、これ論点は大阪でありって書いてるんですね。であなたとパンダさんはコロナの都道府県の数字について話をしてるんでしょ、そんな話なんか一切してません。どっかしてましたか、今これ動画をご覧の皆さん、教えてくださいね。でパンダは基準が違うもん比べても意味がない、ということなんかも言うてないですよ。だからデータがないっていうことを言いましたけどね。でデータないようなものを、それを結論付けてものを言うなということを言うてるんですよね。ほんなら結局そのどないなったかと言うたらですね、なんかこっちで見る、ややこしいねこれね。であなたが僕を巻き込んでリプしてきたんですけどって言うて言うんだけど、いやいやいや、これはあなたが返答してるんでしょうと。そもそもパンダのところ私書いてるんでね。で返答した時点で話受けますということになりませんか、普通なりますよね。でパンダ関係なくあんたが僕に巻き込みリブしたんですよと。いやいや、ちゃいますやん、もっぺん見たい、もっぺん見たいか、まあ、どっちでもええけども、電話番号しましたのになんでかけてけえへんねやと。なんで迷惑にアカウントに命令されて僕の方からわざわざかけなあかんのですかというような話で、それから自分の言うてることに責任持たれへんということですよね。でまあ、迷惑なリプライというか、全く自分が論点から外れたことを後から言うてきてですよ。もっぺん見せようか、元はこれですからね、元パンダのこれですからね、パンダのこれがあって、で、ここへ書いてるわけですよ。でここに書いたら勝手にこれのことをひょっとして言うてんか知りませんけども、だけどもこれも勝手につく話ですよね。だからわし知らんがなっていう話ですよ。そのままツイッターの機能なんだから、それは俺に言われてもそれ知らんよっていう話ですよ。でしかもここでもう受けてるわけですよね、話を。で話を受けてるから、ほんなら引き継ぐんかということを聞いてるわけです。ほんなら別に構いませんけどということは、引き継ぎますよということですよね。引き継ぎを宣言をしているにもかかわらずですね、ところが後の方で何のこっちゃわけがわからんようなことをこう言うてとんずらをしだすわけですよね。まあそれはまあそういうもんなんでしょうけども、愉快とか不愉快とかそういう問題ではなくてですね、大丈夫かというような、ちゃんと日本語分かってんのというねことですよ。ここもそうですけど、これは住吉と関係ないんだけどね。だけどもまあ保育園の無償化についてこれ書いてるんだけども、大阪市と守口市だけしかやってませんよと。ほんで5歳児をかろうじて門真市だけしかやってませんというのと、私の小中学校に特別な取り組みはないですと。これ国のもんが、まあ、1人10万円あるわけです。大阪府関係ないですね。で高校の無償化については所得制限をかけた、これは民主党が所得制限なしでやったにもかかわらず、自民公明維新が所得制限をかけた、そのおかげでですね、公立高校に通う 85% で無料になってる、つまり 15% はのけられてるわけですよね。補足率が85しかないというふうに取るのか、85% もあるのかと取るのかということですけども、まあ、全体ではないわけですね。で私立ではですね5割なんですよね。つまり残りの5割の方は所得制限の分でかかってるから無償化になってませんよというような話でございます。つまりこれ何でもかんでもこれただで大阪の教育無償化の実現してるというのはこれ嘘ですよということをですね、これアジアプレスやったかな、そこでやってますよね。だから結局ね、こう、まあ、とんずら予告して私も触らないようにしたんで、まだ消えてないんですけども、こう対話の途中で入ってきてるわけですよね。ほんで論点が結局分かれへんのに入ってるの、これ、まあ、今見てて思ったんだけど、多分彼はここから入ってるからここだけの話をしてるんかなとも思わんでもないんです。ところがここについてもですね、都道府県のデータのやり取りなんかどこにも書いてないわけですね。これだけに限ってですよ、論点ね。
ここに限ってやってもそんなことも言うてない。ほんで前のとこの動画を見直していただいてもええ変ですけども、そんなこともですね、これね、これのとこで都道府県の何とかっていうのも今度出てきます。勝手にそのパンダは出してるけど、そんな話なんか一切私別に してませんからね。俺、赤字病院の存続など救いの手を差し伸べています。これについてはどこなんですか。大阪市とかの話をしたいんじゃないですか。大阪府内の話をどこでやってるの。これ全国でやってるんですか。全国に医師の議員なんかいてないんですけど、議員もいてないようなとこでなんか遠隔操作で維新ができるっていうんですか。それ考えたら全国の話でもないっていうのは分かりますよね。で、この保健所の数が減り出したの、これもう大阪市の話ですよね。だから磯村市政の話を私言ったんですけど、全然関係ないからね。だからこういうようにですね、維新もこれ、維新の議員が見てるのか見てないのか知りませんよ。そやけども仮に見てたとしてもですよ、私はこれ実名でやってるからね、これ実名でやられたら、まあ私に対してこう文書で残る形でですよ、反論してくる議員っていうのはまあいませんわ。これ松井さんもこんなことそもそも言わんからね、これ言うてるんやったら松井さんのとこへやってもええんだけども、松井氏もですね、吉村氏もですね、これ私が書いたことに対してこう返答できんのかと。吉村氏は前に直接言ったことありますけどね、フェイスブックに書いてたんだけども、まあ、何にも返答をしない、まあ、私だけにじゃないですか、全員に返答しないんでね。で書いて間違ってるということを指摘したってるんだから、だから返答し直さんかいということは対面で言いました。もう彼は唖然として口ポカンと開いてましたけどね、まさかそんなこと言われると思ってないか、なんか知りませんよ。だけども、まあ、他の維新の議員であってもですね、まあ、説明に来たらいいんですけども、参議院選挙で政見放送なんかに出てくるのは吉村知事と松井市長は出てくるわけですよね。ほんなら他の維新の議員が出てこいよと。で都構想のやつ見られても分かりますように、あそこの中で府会議員とか市会議員っていうのはまあ一切、私見てる中ではまあ一切出てこないというふうに言うてもいいんじゃないですか。なんでそれ出てこさないかですよ。それはちゃんと分かってないんですよね、維新の考え自体が。で違うことをポンポコポンポコ言われるでしょ。ほな想定外のことを言われたらもう何言うとるか分からんかなというようなことで、失言が間違いなく飛び出すはずです。だからこそですね、そういう人を出さないということですね。そんな言うたら、ルッキズムでですね、女性が可愛いからこの候補者が、他の候補者の中でも一番可愛いんだみたいなね、そういうことを言ったような人がおってですね、それを松井氏が後で、まあ、口が滑ったというようなことを言うて、それもまた新聞記事に載ったりしてますけどもですね、そんなことを繰り返すというか、口が滑ったというか、まあ、そういう人なんでしょということを、まあ、言わざるを得ないわけですけども、これは支持者についても同じだということを何回も繰り返してますけども、まあ、ここでもですね、まあ、同じことをまあやりだしたよねということで、まあ、基本的にはですね、これもう160字しか書かれんからね、もうややこしいんですよ。やりたくないんですツイッターは。あんまりなぁとは思ったんですけども、まあね、ツイッターをやってみましたけどもですね、まあ、論戦するんやったら、まあ、ぜひともこっちでやりたいですね。フェイスブックであれば人事が人事書けますからね。ほんでまあYouTube にしてもブログにしてもコメント欄っていうのを開けてどなたでもこうコメントできるようにしてますから、そちらの方できっちりとこう追いやすいようなそういうコメントのやり取りをやりたいと思います。できれば、できればというか、そのとんずらしないというのと、基本的にはどこの誰かっていうのは指名してくださいよということで、身に危険が及ぶわけでも、内部告発をして会社から追われるとかそういうわけでもないわけですから、なんでだから名前をこの人らはこう隠すのかということですよね。なんでこれ隠してんの、もうさっぱりわからんのだけど、なんかこれ隠すことにですね、何か意味はあるんですか。結局そういうことを言うてると思われたくないとか、そういうことだけじゃないんですか。まあね、はい、ということは、そういうことを言うて、あんたそういうこと言いましたよねと、間違ってますよね、デマですよねというようなことを言われたくないから、そこで、まあ、言わないように、というかですね、
自分がどこの誰なのか示さないようにするというようなことであれば、そもそも議論をする素地がないということも考えられますから、まあ、ぜひともですね、自分で何らかの形で責任を負うと、社会的な責任も負うというようなことで意見を書いていただければなというふうに、まあ、対話は私はいつでもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。